睡眠の質を上げる方法、寝る前90分前に〇〇をしろ。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体院長の岡田と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。さあ、今回ですね、あなたがですね、もう睡眠で悩んでるのはよく知ってます。はい、毎日毎日もう朝起きたら体しんどいですよね。夜も全然寝つけない、そんなお悩みをですね、寝る前90分前に〇〇をするだけで、あなたはですね、もう明日からのび太くん以上に眠れる、要はアラームかけてももう起きれないぐらい爆睡する方法っていうのをお届けしていきます。はい、という形でですね、まあ冗談はさておきですね、まあ本当にちゃんと眠れる方法をお伝えしていきます。で、何をしていくかっていうとですね、もう結論から言いますと、寝る前90分前に入浴してくださいってことですね。入浴をします。で、まずなんで入浴をするかっていう前にですね、まずなんで睡眠が大事なのかっていうとですね、やっぱりですね、もう睡眠っていうのは1日の3分の1以上がですね、もう睡眠になってきます。なので、まあ、簡単に言うと人生の3分の1って実は睡眠でできてるんですね。それぐらい睡眠ってめちゃめちゃ大事です。なので、この睡眠の質を上げたりとかするっていうのはですね、もうあなたのですね、人生が変わるぐらいの勢いだと思ってください。で、この睡眠に関しては基本的に2種類あります。何かと言いますと、ノンレム睡眠とレム睡眠です。聞いたことがある人もですね、多いと思います。で、ノンレム睡眠は何なのかっていうとですね、基本的にもう頭も体も爆睡状態です。もう寝てる状態ですね。で、逆にですね、レム睡眠は何なのかっていうとですね、脳が起きちゃってて体が寝てる状態。簡単に言うと金縛りとかってこのレム睡眠に入るんですね。で、この2つが利用するんですけれども、基本的に睡眠の、まあ、寝る時の最初の90分がですね、すごい大事になってきます。この90分の間にですね、ノンレム睡眠から入ってくるんですね。最初の90分はノンレム睡眠です。要は体も脳も、もう爆睡状態から深い眠りにつくので、この最初の90分がいかにですね、睡眠の質を左右するかというところになってきますので、ここの睡眠の質をね、めちゃくちゃ上げる方法をですね、お伝えしていきます。で、なんでですね、さっきお伝えしたように寝る前90分にですね、入浴をしろって言ったかっていうとですね、基本的に人の体っていうのは深部体温って呼ばれる、まあ、筋肉であったり内臓であったりの中の温度ですね、深部体温、まあ、体の中の体温っていうのと皮膚温度って呼ばれて、まあ、体の表面の温度、皮膚の温度っていうのがあります。この2種類ですね、あるんですけれども、ここの要は入浴をして深部体温を下げるっていうことが大事なんですね。で、この深部体温が下がってくると体はですね、もう眠たくなってくるようにできてます。なので、皮膚温度と深部体温のこの差を作ってあげるっていうことがですね、非常に大事になってきます。そのためにはですね、何が必要かというと、これが入浴になってくるんですね。で、入浴をすると何が起こるかっていうとですね、入浴をして、まあ浸かりますよね。浸かってお風呂上がった時っていうのはですね、体ポッカポカしてるじゃないですか。もう暑いなっていう人も多分いると思います。僕もですね、結構もう上半身裸とかですね、お風呂上がりになったりするんですけれども、それが暑いじゃないですか。で、これ何が起きてるかっていうと、皮膚温度っていうのがすごく上がってますね。上がってます。で、深部体温っていうのもですね、上がってます。両方上がってる状態ですね、こういう感じで。で、だん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 ね、何が起こってくるかっていうと、湯冷めあるじゃないですか。湯冷めを利用するんですね。で、これ湯冷めって何なのかっていうとですね、この深部体温っていうのが徐々に下がってくるんですね。グーって、深部体温、体の中の温度がだん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 下がってきます。で、そうなるとこの深部体温がどうやって下がってくるかっていうとですね、例えば手足からですね、深部体温、要は熱がですね、放散されるようになり、逃げていきます。なので、熱を逃がしてあげるってことがですね、めちゃくちゃ大事になります。なので、寝れない人のポイントとしてはですね、靴下履く人ですね、靴下履く人っていうのは、手足から深部体温、要は熱がですね、放散されて深部体温がこう下げれなくなってくるので、これはですね、非常にですね、寝れないポイントになってきます。なので、お風呂上がり直後っていうのは、なるべく熱を逃がしてあげる、そして深部体温をこうやって下げてあげるっていうことがですね、めちゃくちゃ大事になってきます。で、深部体温がこうやって基本的に下がってくるのっていうのが90分って言われてます。なので、深部体温がこう90分かけて下がってきたタイミング、ここがですね、一番眠たい状態になってます。そうすると、もうこのまま眠りにつくと爆睡です爆睡です。
なので寝る前90分前にお風呂にちゃんと入ってですね、深部体温を90分かけて下げていくんですね。じゃあ90分後にはもう眠たくなってるはずです。そのタイミングで寝るから眠りの要はノンレム睡眠に入るんですね。要は体も脳も寝ている状態から睡眠って入ってくるんで、そこですねめちゃくちゃ睡眠の質が上がってきます。そうするとそのまま爆睡状態に入ってくるので、もうめちゃくちゃ眠りができてですね、朝の疲れであったり夜眠れないっていう悩みなんかもうぶっ飛びます。はい。でこういうですね、まあ実際本が出てたりとかもするんですね。で、まあこういう形でですね睡眠の質を上げていく方法というのはあります。なので、まあ、まとめとしてはですね、もう結構難しい単語とかも言ってます。まとめとしてはもう結論、寝る前90分前にお風呂に入りなさいってことです。入って要は湯冷めを利用してくださいってことですね。で湯冷めを利用して90分かけて、まあ、深部体温ですね下げていって、90分後にはもう眠たい体を作っておくってことです。でその眠たい体の状態で寝つくってことですね。寝ついて、そうすると眠りの深いノンレム睡眠から睡眠が入ってくるので、そこから爆睡できて、もうあなたは明日遅刻ですっていうことになってきますので、まあ、これで、ね、僕もですね以前シャワーめちゃくちゃ浴びてたんですね。お風呂にあんまり浸からずシャワーばっかりやってたんですけれども、やっぱりですねお風呂に浸かった方がもう眠たいです。めちゃくちゃ眠くなるんですよ。こんなに入浴することによって睡眠って変わるんだって思ってですね、僕結構まあ仕事終わってですね、作業したりとかもするわけですね、こうパソコンで。けどもお風呂上がってですね、まあ、リビングとかでやってると思うね、たまにこんなんだって寝てる時ってあるんですよ。もうあやばいやばいみたいな。でもねもうお風呂入ってるからもう眠たくなってるんで、そっからもう徹夜してこんなんできないんですよ。もう気づいたらこんなんなってしまってるんで。なのでそれぐらい睡眠をコントロールできるのが入浴になってくるんです。なので深部体温をしっかり下げて睡眠の質を上げる、まあ睡眠をしやすい体を先に作っておくっていうことをですね入浴でやっていく。そうするとしっかりとね寝れてきます。はい。これがですね、まあ、睡眠をしっかりとっていく方法、睡眠の質を上げていく方法になりますので、ぜひねあなたもですね明日からですね、まあ今日からですねしっかりできると思いますので、この今言った情報っていうのはですねすごくまあ有料の情報になります。なのでしっかりとねやっていただければと思います。はい。またこういった形でですね、まあ、これを試しても寝れなかっただとか、逆に朝どうやったらいいのかとか、いろいろ睡眠にね関するお悩みとかもあると思いますので、ぜひそういった形でですねまたお悩みの際はコメントとかもいただければと思います。はい。という形でですね、またこの動画ですねぜひいいなと思ったら私のチャンネル登録コメント高評価ぜひよろしくお願いします。またですねインスタグラム Facebook もやってますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。あと LINE でパーフェクトブックっていうのをプレゼントしてるんで、ぜひやってみてください。あとですねもうダイエットに興味がある人、これはですねもう僕のところに概要欄に貼ってます、これやってみてください。はい。っていう形でですね、ぜひね今後も動画お見逃しなくしていただければと思います。はい。なので明日からあなたはもうのび太くん以上に眠ってください。はい。そういう形です。今回は動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。バイバーイ。